私たち沖縄戦首都圏の会が今日テレビジャーナリストの金平重則さんをお迎えいたしまして、で沖縄報道の在り方を問う辺野古の現在を中心にというテーマで集会を開かせていただきます。本日は雨の中おいでいただきましてどうもありがとうございました。私は今日の司会を務めさせていただきます、沖縄戦首都圏の会の橋沢と申します。よろしくお願いいたします。集会に先立ちまして皆様のお手元に資料の袋があると思うんですけど、ちょっと中を開けていただけますでしょうか。私どもの会、もともと教科書問題から出発しておりまして、2005年ですねに2005年に大井岩波裁判というものが行われまして、で座間味島の司令官と渡嘉敷島の司令官の弟が岩波書店とあと大江健三郎さんを訴えた裁判がありまして、それで沖縄戦での集団自決は軍の命令ではないというふうなことを訴えて裁判が行われました。でそれをきっかけで沖縄戦についての教科書の記述が改悪されるという問題が起こったんですけども、その裁判で大江さんと岩波書店側を支援するということで作られたのが私たちの会です。でその裁判の方は大江さんと岩波書店の勝訴で、無事に終わったんですけれども、その後も教科書の沖縄戦の記述問題に関しまして私たちずっと取り組んでおります。で資料の中に中学校歴史教科書沖縄関連記述一覧というものがありますので、後でこちらをゆっくりご覧ください。それではですね、皆さんお待ちかねの、もう辺野古の問題について私がいろいろごちゃごちゃ説明することもないと思いますので、早速金平さんにお話をしていただきます。それでは金平さんよろしくお願いいたします。こんばんは。あんまり大きいところは僕は好きじゃないんですけど、このぐらいはちょうどそれと皆さんはもう沖縄の問題、沖縄を抱えている問題とかそういうものにも十分知識もあられて、私なんか実はここに今いらっしゃる何人かの方の顔を見て、私の方は教えていただきたいぐらいの人たちがたくさんお見受けしますので、私が何か偉そうにそういうことを言うみたいなことではないというふうに思いますが、私たまたま1977年からそのテレビの報道の仕事をしていて、そこで、最初に沖縄のことをこうテーマとして、特集を作ったりあるいは取材をしたっていうのが1987年ぐらいだったんですね。で解放国体っていうのがあって、解放国体で昭和天皇がその沖縄の地を天皇として初めて踏み入れるっていうので、そこに長いことこう、1ヶ月以上ですけどね、入り込んで向こうで、取材をしたっていうのが、なんかこう自分の中の沖縄感みたいなものが根本的に変わったというきっかけでした。でそれまではですね、私は沖縄はブルーシールのアイスクリームとそれからサムズアンカインというステーキと、それから琉球ガラスと、それで、国際通りを歩いてまるで外国の街並みを見るような、そういう人間だったです。で、帰りにそういうのはやっぱり沖縄って違うよなとか言いながら喜んで帰ってきたというような人間でした。でそれがあとはその学生時代に沖縄返還というのがあったものですから、それを見ていて当時の党派が沖縄奪還とかいうようなスローガンを掲げている人たちがいましたですけど、それを聞いても私は何も感じないような、あそうなんだみたいな、西山事件についても1972年に、西山事件って言い方自体が僕の頭の中にもその当時刷り込まれてるんですけども、外務省機密漏洩事件とか
沖縄密約事件って沖縄密約をにあの国民に隠していた隠蔽事件なんですけど、ここはね、そういうものもまるで、男女のスキャンダルがそのメインのストーリーであるかのような認識しかない人間でした。で、ただだんだんそれが変わっていったっていうのはさっき言ったその1987年からこう徐々に通い始めたということがあってですね、それで実は自分の中で、ちょっとパートっていうのを用意してきたんですけど、前ね、僕もこういうの好きじゃなくてですね、パワポを法律で禁止したらいいと思いますその方がちゃんと考える力ができてですね、でアメリカは実はパワーポイントを禁止している大学とか増えてます。でこういうのを作るとですね、みんなプレゼン上手になってですね、どっかの国の総理みたいにですね、こういうふうにやってアメリカからこう逃げてきてとか、なんかそういうのでまるでこう実質的な中身があるかのように、考えてしまうというのがあって、パワポっていうのは実は良くないんですよ、そういう意味で言うとね。で、ただ自分の心覚えというか、まあ、そのためだけにこうちょっとお見せするというようなことなんですが、それで皆さんの方から何か質問なりですね、ちょっと違うんじゃないのみたいなのがあったら、邪魔していただいて結構ですから、これやめます、もうこれ今朝のキャンプシュワブの前です。私の知り合いを通じて今朝何があったかっていうのを、聞きました。で、こういうのは連日ここのところ繰り返されてるっていうのがあってですね、座り込みをしている、これキャンプシュワブのゲート前ですけども、こういうふうに、警視庁から送られた機動隊と沖縄県警とダンプが横に見えますけれども、こういう状態がずっと続いていると。ごぼう抜きというそのいつものようなこう座り込みをしている人たちをこう無理やり排除していくみたいなことが当たり前のように行われているっていうね。で、こういうふうに揉み合いになってですね、こうかなり私と同年配か、あるいはもっと上の方たちが座り込んでる人たちの中には多いんですけども、こういうふうに、背中に警視庁のマークを誇らしげに、ジャンパーを着てる人はいますけども、こういう人たちがこういうことを 毎朝のように今やってると。で、これを見ると後ろの方でなんかメガホンを言って、あなたたちがやっていることは違法だとか、なんかそういうことを一生懸命がなり立っててですね、自分たちの正当性っていうのを、これ全部撮影班っていうのがいてですね、警察とそれから軍とそれから防衛局がみんな今ほらみんなここの会場の中でもおそらくこういうの持ってる人もいるかもしれないし、そういうことができる世の中ですから誰でもできるんです。で、こういうようなものをきちんと記憶しておいてですね、きちんとっていう意味はつまり後から役立てようとして、警察の方はここに座り込んでる人の人定をやるんですね。人定っていうのはこれどういう人が来てどういう人間がいて、参加率はどうでみたいなきちんとしたデータを彼らは手元の資料として作ってるということがあります。ですから座り込んでる人はデータ処理化されてるというのがあるんですが、それから不測の事態というか、まあ、不測の事態というのはどっちから見て不測なのか分かりませんが、予期せざる事態が起きたときにそれを元に証拠として提出するために彼らはこういう、映像を動画を撮ってます。これは私の知り合いの知り合いが撮ったものなんで今こうやってお見せするんですけども、皆さんはもう見慣れた風景かもしれないですね。こういうふうに、支給されたこういうので、まあ、若い機動隊員が多いですけどね、こういうふうに、これが今朝の状況です。もう ここにいらっしゃる方はもうここ現場もう行かれた方多いでしょ。行かれる方はどれくらいいます、キャンプショー。あ、もうじゃあもう私がこんなことを説明するまでもなくて、皆さんご存知だと思うんで、この1ヶ月ぐらいの間に、10月13日にね、尾長武沖縄県知事が埋め立て承認の取り消しっていうのを
記者会見で正式に表明したんですけど、その後ですね、翌日にすぐ沖縄防衛局が取り消しの効力停止などを国交省に求めるみたいな、それでこういう、こうフローチャートがザーって書いてあってですね、今後その法廷闘争になった時にどうなるかみたいなことがずっと、これ沖縄タイムズの記事ですけども、こういうことがずっと起きてるんですよ。で、取り消しの取り消しをまた求めるとか、取り消しの取り消し分の是正を求めるとか、バカみたいなことが今起きてるんですけれども、しかしこれは法律の専門家たちが、その文言の争い以上にこう、相手の言うことを聞く必要はないみたいな、まあ、法律的な正当性を、争っているということがあるんですが、これはいずれその法廷に持ち込まれて、どっちかが勝つみたいな、ただしかしこれ相当時間かかるみたいな、それは太田憲政の時代の代理署名拒否訴訟というのは最高裁まで行って負けたという、これまでの秘策があるので、この話もおそらくこういう話いっちゃうと思うんですけど、分かりにくいでしょ。でこれがね、沖縄タイムズが出してる小学生向けの新聞があるんですよ、子供向けの、すごい分かりやすくてね、小長知事が埋め立て OK を取り消したみたいな感じでね、で OK とかね、ストップ効果ストップを決めたとか、これすごく、沖縄県は従わないとかって、これすごく分かりやすいんですね。こういうふうな沖縄県の主張が認められない場合はどうなるか、つまり沖縄県が政府を相手に高裁に提訴するというようなのが今考えられている道筋です。その間に実は、委員会、第三者委員会ってなんですけどね、国と地方の揉め事を処理する委員会に納得できないから調べて助けてほしいと申し出るというふうに書いてありますが、こういう手続きを経てですね、行くんですが、おそらく私は正直言って法廷闘争で勝てる見込みっていうのはものすごく少ないと思います。今の裁判所あるいは、司法っていうのが果たしている役割っていうのは、現状の追認です、もっと言うと行政の追認みたいな、なことになっていて、日本の中では三権分立、三権分立というのはきちんと機能してないというような状況があるので、おそらく行政の追認というような形になるんじゃないかというふうに思います。でその間に、工事の方は、着々と進められて既成事実化というのはですね、進んでいくんじゃないかというふうに思いますが、私はこの一月ぐらい見ててですね、これは何でもひどいんじゃないかと、今までこう長年こう沖縄の取材に関わってきた人間としてですね、これはいくら何でもこんな露骨なことをやっていいのかみたいなことを感じる、いくつかの動き、この1ヶ月だけですよこれ、大執行というのはですね、県が認めないんであれば国が県に代わって代わりに工事を認めるというような大執行というのが、大執行というと僕らの年代の人間で言うとすぐに思い出すのは成田なんですけどね、成田空港の建設を巡って大執行というのがいつも強制大執行というのがやられてて、ぶつかり合ってましたね、あの時農民と機動隊がね、そういうような動きがあって、まあ、大執行が一つですが、もう一つですね、警視庁の機動隊を沖縄に150人ぐらい、今160人って言われてますけど、派遣したんですよ。で、現場の警備に当たらせてるっていう、警視庁って東京都じゃないですか。で、なんで東京都の警視庁をあそこにまでそんな派遣して、わざわざ遠いところまで飛行機に乗って行って、こういう警備に当たらせなきゃいけないんですか。で、これ、形の上では沖縄県警が警察庁にお願いをして、応援を頼んだということになってるんですけど、今現場で見てる限りは全くそうじゃないです、主力だってどん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 その今まで以上にこうかなり過剰な手荒なことをやり始めて、で沖縄県警の人は沖縄出身者が多いですから、全部とは言いませんけれども、そうするとですね、沖縄みたいな地域社会においては、座り込んでる人の親戚の親戚の親戚がこっちにいたりするわけです。そうするとですね、いくらなんでもここまではやらないみたいな風になっちゃったのがですね、ある人たちから見ると手ぬるいと、何をやってんだと、
いうような、つまり僕はそういう要請がおそらく、官邸だと思いますけどね、はっきりは分かりませんが、僕は官邸の意思が働いて、沖縄県警から警察庁に頼んだのではなくて、官邸警察庁というルートを通じて、沖縄県に、警視庁から機動隊を送るぞという、だから矢印が全く逆向きの、指示系統が働いたんだなというふうに私は想像してますけれども、このついでに言いますと、警視庁の機動隊を沖縄に派遣する160人でしょ。でもこれ皆さん知ってると思いますが、私の、知り合いがですね、その宿先先を勤めて突き止めてですね、ここです、これあのカナチャリゾートって言ってですね、沖縄県のすっごくいい、あの、僕は泊まりたくないですけどね、ちょうど大浦湾の辺野古の、まあ、キャンプシュアブの基地の対岸にあるんですよ。だからあの基地が出来上がると全くここのホテルの機能が変わってしまうんですよ。今すごい綺麗ですよ。でそこであの、ね、なんかね、あのすごくいろんな、皆さんもあの帰ってからホームページ見てほしいんですけど、すごくあのなんていうかな、沖縄の自然にね、抱かれながら皆さん心も体も綺麗になりましょうみたいな引き文句があって、エステとかスパとか、それがあの売り物になっててですね、それで自然の宝庫みたいな感じ、 あとゴルフ場も隣接してあるんですけど、これはあの白石グループって言って、もともと九州の方から行ったその、人たちが沖縄で、まあ、根付いてですね、そこでレンタカーとか、それからそのこういうリゾート開発みたいなところで挙げて、そこのグループなんですけど、このカヌチャグループっていうのがですね、私取材してる時によくあったんですよ。それは何かというと、県知事選の時に中山県知事、まあ、前のね知事の選挙運動の人たちがですね、そのカヌチャって書いたあのバスで移動してるんですよ。でそこからバーッと降りてきた人たちがこう次々にその遊説先に回って、それで聴衆になってるんですよ。で聴衆がもうあんま集まらなかった本当は。だけどカヌチャの人たちがこう一緒についてってですね、でいつも聞いてる人たちはどこ行っても同じような人たちで、そのカヌチャなんですよ。それがで前の選挙戦ってすごく熾烈を極めましたから、で、皆さんご承知のようにそのかりゆしグループっていうのがあってね、もう一つの、これは地元 その白石一族ではない、白石グループではないようなかりゆしグループの人たちは、小長さんとついてたんで、その観光業界っていうのは真っ二つに割れたっていうようなことがあったんですね。でよく言われてるのは、そのなぜカヌチャっていう、本来ならばその基地ができて一番実害を被るところの人たちが、なんで基地を作る知事の方に応援に回ってるのかっていうのは地元ではすごくささやかれてます。つまりこれはもうできてるんじゃないか、できてるっていうのは、つまり将来、基地が出来上がった場合に、そこの施設はある人たちのがの専用に使うために買い上げられる、あるいは接収される、そういうような用途ができてるんじゃないかということを地元の人たちは言ってますね。でだからあのもうこの行くなら今ですよ。いろんなこと言ったら基地ができちゃうってことを前提に言ってるみたいに聞こえるんであれですけど、でこの人しつこくてですね、僕この人すごいと思うんですけど、僕らみたいにあのカメラ抱えて行ったらすぐやられちゃうんですけど、住居侵入でね。でこの人すごいんですよ。ほらちゃんと取ってでしょ、かまぼこが入ってくるのをちゃんときちんと取ってる、すごい取材力だなと思って、ここまでね地元のテレビやらないんですよ。 NHK 絶対やんないですよ。 NHK 取材行かないですね。でここ内側に止まっていくかもしれないけど、で、これかまぼこがきちんとこう注射してるの、これ偉いと思いますよ。これ調査報道能力すごいでしょ。でこういう美しい大浦湾をこう見下ろす場所にあるということも分かってですね、これ対岸にこれうっすらと白くね、この辺に見えてるのが前の、あっちの方、白浜の方なんですけど、
ね。で、これはきちんと前方に行って堂々と撮影して、通行移動の自由を行使してちゃんときちんと撮ってきてるんですけど、これよく見るとその、東京都のナンバーなんですよね。ということはつまり何を言ってるかというと、フェリーに乗って車ごと来たってことですよ。でそのフェリーの輸送費ってどうなってるんですかって。でそういうことってすごく大事なことだと思うんですが、で僕もなんかちょっと性格的にしつこい人間なんで、これが空から見たカヌチャリゾートですね。すごい美しい海でこうなっててね。でもこの時もこの写真の撮り方がやっぱり対岸のキャンプシュワブは映んないよって言ってですね、これ、でこれほら、これなんか一番分かる、こっちこれキャンプ勝負ですね。だからでこうなってて、でそこにゴーンって基地ができると歩行の景観が変わっちゃうじゃないですか。見える風景がこういうんじゃなくなるんです。でも賛成してるんですよ。で僕は本当にしつこいんで値段調べたんですよ。それで今日さっきまでずっと時間かけて調べてたんですけど、ダブルのカヌチャスイート禁煙ジェットバス付き 64.8 平米インターネット OK 禁煙ルーム、これが大人1人ので、まあ一室2名というふうな泊まり方をするとですね、これ今のシーズンですけど11月の値段ですけど、23,611円がお一人様で、2人で 47,222円一泊。ということは、東京から行った機動隊の皆さんは何人で部屋をシェアしてるのは私は知りませんけど、これだけの値段が1泊あたりですね出るわけですよね。でそれ160人ですから、まあ、2人部屋としてやると80部屋ですよね。で80部屋でこれ5万ぐらいすごい値段で、でそれが1ヶ月も続くと一体どれだけお金使うんですか。でそういうことってすごく大事で、これいけない、これはもう一つ私閣下できない動きというのは、ここに資料なんか入れときましたけど、今僕は沖縄タイムズに連載してるんですけど、この間の改造、安倍内閣改造した第3次安倍内閣、でそこの沖縄北方領土担当大臣というですね、島尻愛子と参議院議員という沖縄選挙区選出の人が沖縄担当大臣になったんですよね。で僕はね、またよく取材に行くんですけどね、この人は僕の顔を見ると顔を背けるんですよ。それでこうインタビューとかしようとする人もこうやってこうね、僕はちゃんとこう話を聞きたいと思って、礼を尽くしてこうやってやるんですけど、こう全然答えてくれなかったりするんですね。よっぽど嫌われてるんだと思うんですが、で僕は嫌いですっていうのはこういうなんていうんですかね、政治家としてのこうインテグリティっていうか一貫性とか自分の中のこう政治的な信念みたいなものっていうのは、つまり自分はこういう理由で政治家になったんだっていうことについての、信念とか理念とかっていうものがコロコロその状況によって変わっちゃうみたいな、つまりそういうものがない政治家っていうのは、例えばアメリカとかヨーロッパでは軽蔑される対象になるんですね。例えば大政翼賛会で、最前列で、ものすごく手を振り上げてお金をためて言ってた人たちがですね、戦後自由な平和憲法の下でっていうふうにこう一番最前列でこうやってやってると、僕はその人はあんまり信用しないですね。つまりコロコロ状況によってその変わってしまうみたいな。でもしたらもともと宮城県の出身の人なんで、旦那さんが沖縄の人でね、で沖縄に移ったんですね、移住してったんですね。もともと旦那さんは
民主党の沖縄県連の幹事長だった人です。で、ただその民主党で選挙出たんですけど、ずっと落ち続けて一回も落選してないんですよ。あ、落選してるんですよ。でずっと落選し続けてて一回も議員になってないんですね。で、旦那さんお尻目にこの人は那覇市議の補欠選で初めて民主党から出たんです、最初で、市議会議員になってから今度こう糸数さんがですね、参議院に転出 して、知事選に出た時だったかな、ちょっと僕その辺の事実経緯、そこに書いてありますから、僕島尻愛子さんについては口を極めて、こういう人間は信用できないというふうに自分は思うというふうに沖縄タイムズに寄稿したんですけどね。で、この人をつまり大臣に据えたっていうのは内閣の、今の内閣の非常に強い意志だと思います。官邸の強い意志だと思います。で、この人は今明言してますけども、辺野古が唯一の選択肢だっていうふうに言ってですね、ここ以外に建てることはできないんだと、移設することはできないんだというふうに言ってですね、その人が実は来年の選挙に、でですね、今度改選時期なんですね。で、僕はこれ非常に露骨な意思表示だというふうに思っていて、来年の選挙でどうなるか分かりませんけれども、おそらく大臣ですから、大臣というのは権限があって、しかもその、交付金とかですね、県の振興予算みたいなことについて非常に権限があって、この人は、僕は言ってるんじゃないですよ、僕は言ってるんじゃないですけど、これも非常に侮蔑的な表現で、地元で取材していると聞くのは、島尻さんねっていう、島尻さんはジジ殺しだこの人おじいさんに人気あるんですよ。それはどういうふうな意味合いなのか分かるんですけど、中山さんのこの人大好きですし、なんかね、今の知事もこう訪ねてたら、カーッつって、なんか握手したりして、なんか別になんか心よく思ってなくないみたいな感じです。だから、と思うんですけど、すごく言われてるのは、ジジ殺しっていうんで、僕はジジ殺しのニュアンスどういうものかよく知りませんけども、ただ聞いたから言ってるんで、それから、もっと激しく言う人は、これは、沖縄の自決権とか、それから独立論なんかの研究をしている人たち、人の中で、僕はすごく尊敬している人がいるんですが、知念美智さんとか、親川しなこさんって人がいるんですが、親川さんは彼女のことを鎖ナイチャーと言ってます。鎖ナイチャーっていうのは沖縄の言葉で一番口を極めた、区別の言葉ですね。腐った内地人って言うんです。腐り内地人っていうのがあります。で、そういうふうに言ってるんですが、しかし彼女はパワーがあります。さっき言ったようにジジ殺しで、どん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 パワーが出て、ものすごく活発に動き回ってて、カレンダーも飛ばすし、すごいです。だけどおそらく不問に付されるでしょう、今の力関係で言うと。で、どん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 その力をつけていって、この人はある種のステータスになると思うんですけど、ちょっと僕こういう話をするときに、今日せっかく雨降ってて、皆さん大変な思いをしてここに来られたんでね、でちょっとね、柔らかい話をしようと思います。皆さんもうクロって許さないぞみたいな、もう煮えくり返るような思いできっとここに来てると思うんでね。さっき言ったように僕はもともと沖縄はブルーシールと、サムザンカインのステーキっていうところから入った人間でしたから、で、僕はね、歌が好きなんですよ。で、歌で沖縄を語るんだっていう人はきっといるかもしれないですけど、僕はね、歌が好きで、琉球民謡大好きですね、沖縄民謡大好きで、自分も三線習ったりしてるんですけど、ただ、前の方に書いた3つっていうのが
1995年ぐらいまでの間で自分がああよく聴いてたなって思うような歌なんですね。で一番上の「あの花」っていうのはこれあの評判の悪い木梨吉ですよね。でそしたら民主党が国会議員になったんですから。でしかしまあとにかく個性的な人でまああの企業方変も激しいんですけどね。僕はね、あの木梨さんのことを実は取材したんですよ。であの人はあの昔、牢屋に入っててね、で、大変だったんですよ。大変だったんだけど、まあ、ただ沖縄を思う気持ちっていうのはこれは純粋にすごくて、石垣島の空港の反対運動なんかやったりしてね。で、すごくやっぱり ある意味でパワーのある人だなと思ったんですけど、その人が最初に歌ってですね、結構流行った歌っていうのがあって、それがね花なんですよ。で花だけどこの時はもう花っていう言い方してなかったですね確かね。全ての人の心に花をっていう言い方をしててね、皆さん聞いたことあるの？これですね。木梨昇吉が歌うよりもこれの方がいいんですよ。これはチャンプルズの、一番最初のブラッドラインっていうのに入ってるんですけど、木梨智子っていう人が歌ってるんですけども、演奏に加わったりしてね、でこういう歌がね実はそのさっき言ってた石垣の反対運動の石垣空港の反対運動の現場なんかでも歌われたりしててね。でこれは僕はすごい名曲だと思ってますけど、沖縄の人はこれは今でもみんな誰でも歌える歌っていうふうになってますよね。でその後にですね、私は経験したのは、ちょうど1993年ですから、それまで僕モスクワにいたんですよ、1994年までね。モスクワにいた時に、戻ってきてからその福士さんの番組をやることになっちゃったんですね。福士哲也ニュース2-3っていうのが。で福士さんは沖縄のことについては自分のライフワークだと思っていて、何しろ沖縄特派員だったんですから。朝日新聞社沖縄特派員、それはあの沖縄特派員っていうので、それで自分の娘さんの名前を大体ユーナっていう名前を付けたんですね。ユーナって沖縄の県歌でブーゲンビリアのことですけども、そのぐらいつまり沖縄に対しての思いがすごく強い人で、黄金の花っていうのはその時に1993年のあれ、昔ほら番組の中でエンディングテーマとかってやってたじゃないですか。で毎日同じ歌で終わって、そこにその日の起きたニュースを重ね合わせて出して、でそれがねすっごく流行ったんですよ。で、ネーネーズっていうグループがいて、その黄金の花っていうのがですね当時流行ったんですよ。でこれがですね、今僕黄金の花のネーネーズも持ってこようと思ったらもう見つからなくてですね、もうあまりにも古いことなんで。でそれがネーネーズっていうのは今5代目で生き残ってるんですよ、代替わりして。でその人たちがその人がまた同じ黄金の花を歌ってるんですね。ごめんなさいね、聞いたことあるでしょ。これはある時期毎回その番組が終わる時にこの歌が流れて、
これずっと聞いてると これがね、小金の花っていうのをやってたんですよ。でこれ一つエピソードをご紹介しますとね、沖縄サミットってあったでしょ、あれはその小渕政権の時に決めたんですよ、野中広文っていう人と。でね、ある時にその亡くなった、休止したんですけど、小渕さんからねスタッフルームに電話かかってきて、おい、君んとこの番組でやってるあの沖縄のあの歌、なんていう歌だったっていうふうに問い合わせてきたんですよ。酔っ払ってたのかもしれないですけど、それでこうやって、それで多分あの時期に沖縄をサミットの場所にするっていうのを決めてたんです。なんか個人的ななんかすごく思いみたいなのがものすごく、小渕の中ラインっていうのかな、 あったような気がしますね。ですごくそういうことに、ね、こだわってたっていうか。でもう一つだけちょっとここで聞いていただきたいのが、沖縄を返せっていう、これ今でもあそこで歌われてるでしょ、キャンプシュワブの前とかね。でこれはね、もともとはあの福岡の荒木栄っていう人が作った運動歌なんですよ、ね、でこれはその沖縄復帰運動の前に、沖縄復帰の前にその運動歌としてこれ歌われた歌なんですけども、それがね、1995年にこれが実はある種ヒットしたんですよ。それなんでかっていうと、95年に沖縄で少女暴行事件が起きたんですよ。でその時にものすごい反旗運動がものすごく起きた時に、この歌をその大工さんが歌ったら、気づいた人はいるかもしれないですけど、ね、沖縄を返せ、沖縄を返せっていうのはもともとの言語なんですけど、大工さんは一文字だけ変えて、沖縄を返せ、沖縄へ返せって言ってるんですよ。でこれはね、実は僕はこの歌が好きで、それで大工さんにもスタジオ出てもらったりして、何度も何度もやって流行ったんですけどね、そしたらね、沖縄の人たちから批判が出たんですよ。沖縄を返せっていう主語は誰だ、沖縄を返せっていう主語は誰、主体は誰だっていう。でこれは本土の人間の視線から使われた歌だろうと。でそれは今の私たちの考える沖縄の在り方から言うとおかしいじゃないかって言ってきたんですよ。でそれ大工さんもその言葉をすごい深刻に真剣に受け止めて、沖縄を返せ、沖縄へ返せって自分たちに返せっていうね。でそこを一文字だけ変えたんですけど、これはすごく意味があってね、つまり沖縄を返せっていう場合の主体とか主語は誰かっていうのは、今の本土と沖縄の関係を考えるときにいろんなことにこう関わってくるんですよ。例えば反対運動をやるときに、あるいは移転を普天間基地を移設する場所っていうのをどこにするか、これはすごくデリケートな問題で、あとちょっと話しますけどね、こういう話が実はあるんですね。歌をね、3曲聴いてもらいましたけど、これが僕なんかがその沖縄にいてその最初の頃を持ってた自分のイメージだったんですけどね。でちょっと真面目な話しますけど、その沖縄報道をめぐる論点っていうのを今僕は自分なりにちょっと考えてみたんですけどね、さっき今のその大工さんの沖縄は絵返せっていうこととも関わってくるんですけど、その本土メディアと沖縄メディアの落差っていうことをよく言われていてですね、これは沖縄の琉球新報の例えば島さんとか、それから宮城さんとか、いろんなその向こうの記者たちと僕も長いことやってるんで知り合いがいっぱいできたんですけど、その人たちから本音ベースで言われるのは、その何で報道をちゃんとやってくれないんだと、東京のメディアは何で私たちが置かれている状況みたいなものをちゃんと伝えてくれないんだみたいなことをしょっちゅう言われるんですよ。こんなことになってるのにもかかわらず何で伝えてくれないんだみたいな、そういうその報じる場合のその立ち位置の違いっていうのと、その熱意の違いっていうか、その起きてることを見る
立ち位置とそれから熱意が全然違うんじゃないかみたいなことを、沖縄の人から僕らに対して、よく言われるんです。今でも言われる、ずっと言われ続けてます。あんたなんでそこにいるのみたいなね、で僕はそのか彼ら彼女たちから寄せられるそういう苦言とか、言葉に対しては向き合うしかないんで、その僕は東京の沖縄報道を見ていてすごく違和感を感じたのは、で特に政治部の記者ですね、政治部の記者たちの立ち位置っていうのは完全にその官とかそれから安全保障を司る防衛省とかそういうところの見方っていうのをまず最初に考えて、そこの立ち位置からこう何かものを応じるみたいなね、官と一体化してるんじゃないかみたいな言い方っていうのは僕は当たってると思いますね、正直言うと。その沖縄の人たち、そこに住んでる人たちの立場から伝えるっていうんではないっていうね、だって沖縄だろうみたいな、どうせ沖縄じゃないか、あと基地があるじゃないかと、中国や北朝鮮攻めてきたらどうすんだよみたいなことを若ければ若いほどそういう人たちは何言ってんですかみたいな、基地で潤ってる人たちだっているんでしょっていうようなことを平気で言いますね。僕は政治部記者全般がこうその沖縄問題に対して理解がないとか欠けてるということを言うつもりはないんですけれども、その傾向が一番その体現しているのがやっぱり僕は東京の政治部の記者だと思いますね。彼らが書く沖縄報道っていうのは何かが致命的に欠けてるんだというふうに僕は正直に言うと思います。もう一つはそのメディア全般がこの沖縄というすごくデリケートなその歴史的な広がりとそれから空間的な広がりのある問題に対して自己規制したりあるいは忖度したり、あるいは冷重したりというような傾向っていうのがここのところものすごい顕著に上がってきています。メディアの役割っていうのはいろんなことを言う人がいますけれども、多数派とか強者に寄り添うような報道ばかりをしているとですね、民主主義の仕組みは機能しないんじゃないかというね、これは僕らが仕事を始めた1977、僕は仕事を77年に始めたんですけど、その時に先輩たちから口を極めて口を酸っぱいほど言われましたね。僕らの役割っていうのはその強いものとか権力監視っていうウォッチドッグの役割っていうのは一番大事なことであって、それからマイノリティとか弱いものとか力の弱いものの人たちに寄り添うっていう、マジョリティだけを報じてたらダメなんだっていうようなことはずっと言われて続けて、それからもう一つは多様性っていうね、多様性、いろんな意見をこう紹介しなきゃダメなんだみたいなことをよく言われたんですね。だけども今はそういう傾向っていうのは消え失せて、強いもの多数派で、弱者に寄り添わず、強気にひれ伏しすり寄るって書きましたけど、書きながらもう恥ずかしかったですけどね。でその実例で皆さん思い浮かぶことあると思うんですが、ちょうど僕もその時にいたんで、6月23日今年の沖縄慰霊の日にね、式典に安倍総理が出かけてったんですよ。でその時に現場ですごい痩せが起きたんですよ。僕はそれ見てて、それでその前にAFP の記者がいてね、でこれはでロイターとか BBC とか、AFP とかっていうところはそれ見出しにしたんですよ。見出しにして報じたんですよ。で僕もやっぱりこれはやっぱり大きな出来事だなと思って、で糸満からこう取材を終えてね帰って、それで、ホテルに入ってすぐにテレビつけたんですよね。そしたらちょうど QAB っていう琉球朝日放送っていうのが放送終わるところだったんですけど、そこでちょっとやってましたね、ヤジがある。で7時のニュース見たら全然それがないんですよ。安倍総理の言葉はもちろん言ってるんですよ、紹介してるんですよ。でそのこと自体に一言触れてないんですよ。でおいまさかこれで終わるわけはないだろうなと思って、僕の大好きなニュースウォッチ9っていうのをずっと見てたわけですよ。でもう見事に全くないんですよ。
それね、あの、じゃあその、弱者に寄り添わず強気にひれ伏しすり寄るとか強い言葉を書きましたけど、つまりその人たちの意識の中ではおそらくですね、ヤジっていうのは雑音だと思ってるんですよ。ノイズだと思ってるんですよ。雑音を消すのは当たり前だというふうにおそらく思ってるのかもしれない。あるいはもっとマシであれば、おそらくちょっとさ、こんなの出したら睨まれるから面倒くせえから嫌だよみたいな、そういうことをやった人が今 NHK にいるってことですよね。ちょっとね、僕あのそれを詳しく説明した、あの僕は報道特集ですけど、の場面をすごく詳しく説明して紹介したんですけどね、その DVD が全然見当たらなくてね。で、代わりにちょっとだけ出てるやつを持ってきましたので、そのヤジのシーンってちょっとだけ入ってる。もっとすごかったんですけどね。で、それがね、見当たらない。います？あ、結構ご覧になってるんですね。あ、だけど、やんないんですよ。で、BBC とかやってるんですよ。それ、どこの国の放送局なのかって僕なんか。ごめん、通じ、沖縄の危機負担軽減に全力を尽くしてまいります。いいかもしれないけど、その気持ちを失ったらね、沖縄は終わりよと。沖縄県全体で基地のあるところないところもありますが、沖縄全体で生きてますのでね、みんなで生きてるんです。このみんなで生きてるようなものをね、やっぱり大事にするところが21世紀の沖縄のその可能性。今後も引き続き沖縄の危機負担軽減に全力を尽くしてまいります。一方、平和宣言に臨んだ尾長知事はアメリカ軍の基地問題の見直しを求めた。固定観念に縛られず、普天間基地を辺野古へ移設する作業の中止を決断され、沖縄の基地負担を軽減する政策を再度見直されることを強く求めます。これね、この時 その珍しいんですけど、これ異例の式典だから、まあ、しめやかにやるのは普通なんですけど、この尾長知事の、平和宣言の時にはすごかったですよね、拍手がね。ずっとその席に戻るまでずっと拍手が鳴りっぱなしみたいな、ね、それは ある意味で言うととても特別なことなんですね。ところがそのニュースを報じている人たちが そういう、つまりどこがいつもと違うところかみたいなことについて、気づいてないっていうかね、ということがあったんですね。で、もっと実はね、きちんと報道したんですよ、僕らもね。やじった人をずっと追っかけてた。そしたらね、その人やっぱりバックグラウンドがあってね、親族を沖縄戦で失ってるんですよ。で、そういう人なんですよ。で、そういう人だからもう我慢ならなくてやったっていうね。で、そこがなぜそのノイズっていうか雑音扱いでカットされなきゃいけないんだというふうに僕は思いますけどね。で、そういうことが分かんない記者ってこれダメだと思いますね、正直言うと。あとね、今言ったその歴史的な視点っていうんですかね、今僕沖縄戦の話しましたですけどね、もっとこう、過去とかその今っていうのは、まあ、過去未来の中の今であるんであって、過去の沖縄がたどった歴史っていうものに対しての視点が本当に僕は欠如しているっていうふうに思っていて、沖縄戦があって、あそこで4人に1人の県民が死んだってことさえおそらく分かってない人たちがいるんじゃないかっていうメディアの問題ですよ。それとそのこれは別にメディアだけの話じゃないですけど、広く今の日本の社会にこう広がっている価値観というんですかね、今金自分っていうそのものすごく虚無的な思想っていうんですかね、今さえ良ければいい、金さえあればいい、自分さえ良ければいい、で、そういう価値観に従ってこの報道とかが形作られたとすると、非常に僕は日本には未来がないなっていう、琉球っていうのは400年ぐらい続いた琉球王国っていうのもあるわけで、そういうところまで遡るような想像力っていうのは
もう今僕らの中に失われてんじゃないかっていうふうに思うんです。で、結構厳しい話をしますとですね、今僕は沖縄が置かれている状況っていうのは、極端なことを言うんじゃなくて、まさに僕はあの植民地主義の宗主国が植民地に対して行っている政策とすごく似てると思います。そのものだっていうふうに思う時もあります。さっき言ったその警視庁から機動隊を送るっていう話もそうですし、それから島尻という人をこう沖縄あの選出の議員を据えて分断っていうかね、沖縄の中にこう意見の分断を図っていくようなやり方とか、植民地時代の宗主国と植民地の関係とものすごくダブって見えるということがあります。差別の問題があります。だって沖縄だろと、あいつら違うんだみたいな、その沖縄を見下すような、実はオール沖縄という憲白書というのをね、オスプレイの導入反対のことを41市町村が全部行政が沖縄の市町村の市長たちが来てですね、東京の日比谷で集会をやって、その後銀座のデモをした時にですね、街頭でですね、そこに待ち構えてた日の丸を持った人たちが、中国のスパイとか国賊とか日本から出てけっていうことをその市長たちに言ったんですよ。そこは小長さんももちろんいたんですよね、その時にね。何なんだと思いますよ。その沖縄の人たち、あるいは沖縄に対する差別感っていうのは跳ね返った形で、そんなことを言うんだったら沖縄っていうのは独立した方がいいんじゃないかみたいなね、そういうことを考える人が出てくるっていうのは、僕は全く自然な成り行きだというふうに思っていて、今までの琉球独立論というのは、実は酒場の居酒屋独立論みたいなことや、夢みたいな話を酒飲みながらやってんだよみたいな、しかし僕は今現実味を帯びてきているというふうに思っていて、この間小長さんがそのジュネーブの国連人権理事会の中で短い間でしたけどスピーチしましたですね。それは僕は意味があることだというふうに思ったんですが、そこにいたジュネーブの女性大使は、そうは思ってなかったみたいで、こういう場でやるのはいかがなものかみたいなことを言ってましたですけど、あの人自身は実は外務省の中ではリベラル派って言われてる人ですけどね、緒方貞子の弟子筋ですけども、そういう人たちがそういうことを言ってしまうみたいな、あの今の状況っていうのはやっぱり変だと思いますよ。緒方さんが常々言ってる自己決定権っていうね、これは自己決定権、自分たち、これは民主主義の基本ですから、地域地域はそれぞれいろいろ違っていて、そこに住んでいる人たちが地方自治の理念のもとに自己決定をする権限というのはあるに決まってるじゃないですか。それがないがしろにされてるというのが今起きていることで、選挙で何度も何度も民意を示そうが、そんなことは聞く耳持たないなと、もっと大事なことがあるんだみたいな形で押し潰していくというね、だから僕は現実的な選択肢として独立とか自治とかっていうのはこれから年月はかかるかもしれないですけども、沖縄には根付いていく可能性っていうのはあると思いますね。絵空事じゃないというふうに僕は思います。で、ちょっと聞いていただきたいのはですね、1934年に作られた標準語励行の歌ってなんですよ。皆さんも聞いたことないと思うんですけど、沖縄に日本軍がこう駐留していってですね、それで分かんないと、沖縄の言葉は。で、標準語をこう励行させて、そこで方言札っていうのをね、標準語がうまく話せない人は、ここに札を罰として下げさせられたりしたんですけども、そのね、標準語励行の歌っていうのは1934年にできたんですよ。これをねちょっと聞いていただきたいと思うんですけどね、これ君も私
地もこの街もみんな楽しい標準語強い体にきれいな言葉きれいな言葉は正しい人よ意見もつましく沖縄はみんな愉快に標準語見よは昭和だ昭和の顔だ僕らは明るい日本の子供今日もニコニコ朗らかに言葉はつらつ標準語すごいでしょすごいと思っててですねであと本当に聞いていただきたい山口博っていう沖縄出身の詩人がいるんですけどねこの人の詩で会話っていうのがあるんですけどちょっともう時間なくなったからねあと15分ですえあと15分です15分本当山口博っていうのは、沖縄の文学者の詩人 でその沖縄がさっき言った意味で言うと差別をされた時代に、東京にいたんですよねでいろんな歌を作ったんですけどそれがねやっぱり自分が受けてる差別みたいなことをちゃんと直接こう気にして歌ってみたしてるんですよでそれを元に、これ1998年に、バクっていう CD が出たんですよねこれはすごい CD で今もあんまなかなか手に入らないんですけどこれはいい CD ですよこれはね高田渡るなんかはまだ生きてるので生活の柄とか入ってるんですよね聞いたしていますねえいないんだああ嬉しいなあれなんでこれ沖縄の人に、向けられてるその内地の人どんどん人が向けてるこう差別意識みたいなものを自分が沖縄出身者として聞いた時の言葉をこう歌ってる歌なんですよ会話っていうのね、でどうしたんだダメなのかもう少しですちょっと当て外れかもしれないこういう内容じゃなくてもっと戦う意思を鼓舞するような内容を期待してこられた方には申し訳ないと思うんですけど、ダメだね、ダメだねじゃあもうそろそろまとめに入りますけど時間があったら聞かせると聞いていただこうと思ったのが下に書いてありますけど植民地主義の話もしたんだなまあじゃあ何をどうしたらいいかって話ですねで僕は自分の中で今心がけていることはこういうことなんですけどその沖縄の地元メディアの人と交流をしたりあるいはそのさっきで言うと本土メディアはダメで沖縄メディアが正しいっていうような言い方を僕はしたくないです沖縄のメディアでもひどいのがあります、実は沖縄のメディアの中でも分断が起きててですね例えば八重山日報っていう石垣島にある新聞なんかは幸福の科学とか産経新聞なんか入ってたりして、すごいです、つまり、変更キャンペーンをやっていてその沖縄タイムスと、琉球新報は県民の意思を代表してないみたいな論陣を張ってるのがあったりしてですねそれから、沖縄の中でもいろんな例えば民法の中でもものすごく落差があります個人差もあるし、
地元沖縄メディアが正しくて本土メディアはダメだみたいな、そういう二分法で物事を考えるのは良くないんですが、プラスの東京のメディアはもっと沖縄のメディアが何を報じているかというのをきちんと目を向けて、で交流をして現場に行ってなおかつこう切磋琢磨するというか、彼らだってこうきっと欠けてる部分もあるし、しかし僕らと話すことによってプラスになる部分があるというふうに思っていて、それは僕は日々そういうことは心がけてます。だからなるべく琉球新報の人とか沖縄タイムズの人とか琉球放送とか QAB の人とかはなるべく交流を持とうと思ってます。でそれをやるとですね、向こうの人たちが考えてることがやっぱりなんか花見で分かってくる、だんだんね。それで例えばこれ標的の村っていう三上知恵さんが作った映画ですけども、今エクサマントゥズミっていうのをやってますけども、ああいうのは彼女はもともと千葉ですよ。で大阪の毎日放送に入って、それで沖縄に移住して、こういう作品を作ったんですけど、まあ、彼女なんかは、そういう意味で言うとものすごくこう沖縄と本土のこう狭間というかインビトゥインみたいな立ち位置からどん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 こうやっぱ現場の方へのめり込んでいった人で、いい作品作ってますよね。すごいと思いますね。でそういう人ともこう交流を持ってこうずっとそういう話をしていくというのが一つですね。それからその国際社会の視点から沖縄問題をこう論じるっていうのはすごく大事なことで、さっきジュネーブの話をしましたけども、例えば自決権とか独立みたいな話でいうと、パラオとかね、国連の委員会を通じて一定のこう自決権っていうの自治権みたいなのが与えられる運動っていうのがあるんですね。あまりにもそこに住んでる人たちの民意が無視されるような、あるいはその地域の特殊性みたいなものが全く考慮されないような政治がなされてた場合っていうのは、ちゃんとその自分たちの自己決定権をアピールする場として国連とか国際社会っていうのがあるっていうふうに、それはコンセンサスとしてあるんで、そういう国際社会の視点から、あるいはアメリカの方のですね報道っていうのは僕すごく欠点があると思っていて、特に沖縄の問題はワシントンからしか出てきてないですけども、ワシントンのしかも非常に限られた範囲のジャパンハンドラーって言われてる人たち、寺島さんなんかは安保マフィアって言ってますけど、つまり利害関係がはっきりしてる、例えば軍との利害関係がはっきりしてるようなジャパノロジストみたいなのいっぱいいるんですよ。日本専門家と称してる人たちが、名前あえて言いませんけど、そういう人たちがずっと日本のことを沖縄のことをまるで一番自分たちが理解してるんだみたいな言い方をしてるっていうのはおかしいと思いますね。でそれはそういう人たちしか取材しない沖縄の日本人記者がいて、その多くの場合は政治部記者ですね、政治部記者上がりの人たちがそういうところに、例えばマイケル・グリーンのところばっかり行く人とか、アーミテージばっかり尊敬する人とか、いるんですよ、そういう人。実際いるんですから。で、そこは本当に僕は問題だと思っていて、アメリカの中にも多様な意見があるし、これはもしアメリカでこういう基地が同じような建設問題が起きたらどうなるだろうかみたいな視点から関わってる人たちもたくさんいるし、ところがアメリカにいる日本の記者たちがそういうところまで行かないんですよ。これが僕は問題だというふうに、もう時間ですね。で、あとは下に書いたのは、その民意に寄り添う文化の力っていうのは、もう散々僕は今まで言った言葉なんですけどね。で、今下に書いた文化の力ってあったでしょ。文化の力っていうのは僕ね、本当に僕は沖縄の人たちっていうか、沖縄という場所が持ってるその力、文化の力に対しては本当に敬意を表したいっていうのがあって、一個聞いていただきたいなって、それで終わることにしますね。ドボルザークの新世界ってのがあってですね、知ってでしょ。でそこは第4楽章は家路って言うんですけどね。でこれを聞いた沖縄民謡の小嶋美佐子さんっていう人でですね、その人がこれを沖縄民謡にしちゃったんですよ。でそういうのってその向こうの言葉で言うとチャンプルですよね。
ごちゃ混ぜにしてゴーヤチャンプルみたいにしちゃうというか、ところが絵も言われぬこう味が出てくるっていうか、そういうことっていうのが実際あるんですね。で僕はそれすごいことだなというふうに思っていて、それを聞いて終わって皆さんから質問を受けることにします。これ発売されてるやつなんですけどね、なんでそんなことになったんだろう。ないですね。はい、わかりました。じゃあちょっと残念ながらお聞かせできないんですけども、非常にこれは素晴らしい曲なんで、もし機会があったら聴いてみてください。残念です。簡単ですが僕の話をこれで終わって皆さんから の意見とかしてみてください。皆さんどうもありがとう。どうして再生されなかったのかちょっと私にもよくわからないんですけれども、今日たくさん の曲を紹介していただきましたので、ぜひ今後も弾いていきたいなと思います。もう黄金の花なんか聞いた時私はほとんど涙がうるうるになってしまったんですけれども、いや本当にどうもありがとうございました。大きな拍手をお願いします。あ、再生できた、再生できた。これです、イエジですね。ちょっと聞きます。いや、休みながら聞いてるんですけど。質問が集まりましたので、質問はこれでちょっと締め切らさせていただきます。で今金平さんに目を通していただいているんですけども、似たような傾向の質問はまとめてお答えしていただけるかもしれませんので、そこは一つ一つ全部にお答えする時間は多分ないので、申し訳ありませんがご了承お願いいたします。それではぴったりとなりましたので再開いたします。金平さん、たくさん の質問でかなり大変だと思いますが、よろしいですか。はい、お願いいたします。たくさんの質問ありがとうございました。辺野古の工事の進行は見た限り、見た目よりも遅れているという記事が週刊金曜日に出てましたけれども、私が7月末に沖縄の沖縄に行った時には鉄柱が立っていてこんなに進んでいるのかと思いました。真実はどうなんでしょうかと思いましたけど、全般的には工事は予定の工程からいうと遅れてます。遅れてるけれども、ここで示されてるのは絶対に作るぞっていう、そのものすごい強い信用で、今日も、ボーリング調査用の台船っていうのが今日、沖合に、引っ張ってこられて、でそこでボーリング調査始めるぞっていう、もう有無を言わさずっていうか、なんか遅れるんでしょうけれども、こう進めるっていう信用がなされてるというふうに思いますね。それからなぜ昔のメディアには弱者の視点や多様性を決して忘れないという忘れるなという雰囲気があったとおっしゃいました。なぜ今のメディアはそれを失ってしまったのでしょうか。きっかけは何でしょうか。何だと思いますか。本当に、多分ね、記者の劣化とかそういうことを言うのはいつも
それはいつの時代でもきっと言われてきたんだと思うんですよ。で僕らもきっとお前ら何も分かってないんだとかダメになったなとかって言われてきたんだっていうふうに思うんですけど、僕はそういうふうなある種の世代論とかそういうので聞くのはあんまり好きじゃなくて、どの世代でも敏感に動く人とか一生懸命やる人と全然関係ない人っていうのはいると思いますね。世代論で輪切りするのはあんまり好きではないんですけど、メディアが一つダメになった、特にマスメディアっていうのがダメになった理由は、一つは大きくなりすぎたんだと思いますね。大きくなりすぎるとその組織を維持しようっていう、その力が働くから、いやもう別に組織ダメになってもいいやぐらいな気持ちでやるような人はもういなくなったですね。それはすごく大きいと思いますね。大きくなりすぎたって、巨大化しすぎたみたいな。個々の記者の資質っていうのは僕はそんなに変わってないんだというふうに思いたいですけどね。それからスイールズプラス学者の会の集会が立教から法制になったり、憲法の本の展示会が撤去されたような書店が出たりするなど、メディアの萎縮や自粛の空気があるように感じますと。現場でそんな思いを感じることがありますかって、もう終わりですね。そればっかり感じてますね、今ね。そういう中でつい最近ですけど、先週の金曜日にテレビの放送局と NHK が加盟している BPO という、放送の倫理番組向上を機構というのは珍しくですね、政府とか政権等が番組の内容に、介入してくるようなことは圧力そのものであるという、テレ朝とそれからNHK の幹部を自民党の委員会が呼びつけたという出来事がありましたですけども、それは放送の自由に対する圧力そのものであるというようなかなりはっきりした言い方をしたというのは最近の中ではすごく直視すべきことだと思いますね。もちろんそれに対して、自民党の幹事長とか総務大臣の方は何を言ってんだみたいなものすごい反発が起きてますけども、BPO があんなに存在感を示したことっていうのはこの何年間かなかったことなんじゃないですかね。それはすごいことだというふうに思いますね。皆さんはどう感じておられるか、むしろ皆さんの意見を聞きたいぐらいですけど、BSTBS ではマンデードキュメントで沖縄の新聞記者たちなぜペンを取るのかというのが放送されましたが、地上波 TBS で放送するのは今の状況では難しいのでしょうか。これ BS でやったんじゃなくて、もともとは MBS の地上波でやったんです、これ深夜ですよ。今ドキュメンタリー枠っていうのがまともなドキュメンタリーみんな深夜枠に追いやられていて、 NNN ドキュメントとか、フジテレビがどうなったのかな。で夜中にしかできないような時間っていうのはあるんですけど、報道の魂をする TBS のあれは日曜日の26時ぐらいからやってきます。そんなもんだって月曜日の仕事報道考えると日曜日のその夜中に見る人っていうのは、だけど今はリアルタイム視聴じゃなくて録画しとけば見られるわけですから、それは視聴率みたいなものには反映されないかもしれないですけど、ちゃんとこういうものを見たいっていう人は一定数絶対に僕はいると思っていて、で大阪のこの、沖縄の新聞記者琉球新報の編集局に密着したドキュメンタリーですけど、僕見ましたけどなかなか面白かったですね。現場にこんな熱い記者がまだ残ってるんだみたいなのを見て面白かったですけど、きっと面白くないと思う人もいるんでしょうね。それから知事は沖縄県警に対して命令とか影響力を行使することはできないのでしょうか。県知事ですからね、沖縄県警に対しての例えば過剰警備とかそういうことについては言えると思いますね。で現に一昨日か知事の夫人が知事の奥さんが、あそこのゲート前に行って
って勝ち足を踊ってましたね。これはすごいことですよね。でそれはさすがに県警排除しなかったです。あでも警察は、あ警視庁なら分かんないな、分かんないですね。だけどそういうことがあったって聞いてますけど、今は警視庁がそういう意味で送られたことの意味というのはすごく大きいというふうに思いますね。あと、昨日の読売新聞によりますと安倍政権の支持率が上がっている、NHK も同様の情報を出していると聞きました。私の周りにはそんな人がいないのに本当に信じがたい気持ちです。一般社会は本当に安倍政権に対してそんなに支持しているのでしょうか。データを疑っていますが、本当であるとしたらやはりメディアの影響でしょうか。どう思いますか。家電だ。え家電でしょ、あれ、あの調査するとき、世論調査。家電だと分かんない。ああ、あの、あ、そうですね。ああ。意味ない。あの、これについてはね、僕はこうやって、東京新聞の人と、それから白井聡さんという人がいて、その人と3人で、あのこの間、定談やったんですけどね、図書新聞というのもうすぐ出ますけど、あの、すごくあの、東京新聞の田原真紀さんという人が、ものすごく厳しい見方をしてましたですね。安倍政権を支えているコアの部分というのはいると。これはどんなにあの支持率が下がったとしても 30% は下がらないでしょうと。そこはコアの部分で岩盤と言われている人たちで、あの僕らに見えないというのは僕らが少数派だからと言ってますね。同じようなあの仲間同士で同じようなことを言い合ってエコーチェンバーといって反響効果でこんなにみんな反対してるのにっていうふうに思ってると、そうじゃない横の人で黙ってる人っていうのはおそらく安倍政権とか今のありようっていうのを支持しててですね、しかし絶対口には出さないっていう、そういうコアな支持者層っていうのは僕はいると思いますね。現にいますもん。でそのもちろん世論調査の調査方法とか質問の仕方がちょっとおかしいじゃないかみたいなことはもちろん調査方法の、出来不出来みたいなことは指摘することはできるんですけど、僕はあの今の政権を支えている、岩盤っていうのは、いると思いますね、あると思いますね。でその人たちとちゃんと話をしないとダメだと思いますね。仲間内だけでやってても本当にエコーチェンバーであのこういう密室でここにいる人たちはおそらく、この雨の中を来たわけですから多分分かり合えるというようなことで来てるっていう、しかも沖縄っていうテーマですから今すごいあの濃いテーマでここに集まってる人たちはそうだよねみたいなことを、しかし、いざ自分の職場に帰ってみたりですね、自分の住んでるところに行って隣に住んでる人とか町内会とかゴミ出しするときに会うそのいつも顔を合わせる人とか、そういう人と沖縄の話できます。でそこが僕は一番大きいところだと思ってて、外とつながったりするのは案外簡単なんですよ。だけど真横にいる人とか真ん前にいる人とか真後ろにいる人とつながるっていうのはすごく難しくて、それができないと、さっき言ったような岩盤っていうのは全くびくともしないで残り続けるんじゃないかなというふうに僕は思いますけどね。はい、なんかそういうので話をするきっかけになるようなヒントとかキーワードみたいなのってあります？すごい話がしてみたいんですよ。でもなんか言ったらなんか叩かれるんじゃないかみたいな不安が。いや、キーワードって言われても、だからそのいつも僕なんかね、人生相談じゃないですから僕いつもね、なんかね、いつも最後の方で外とつながるとか横とつながるとかかっこよさを求めようとか、それからユーモアとかいろんなこと言ってきたんですよ。ただそれはあの、なんていうか実際にやるとすごい難しいんですよ。で、一番難しいのは実は横とつながるっていうところが難しくて、だってこの間なんだっけな、シールズの奥田君っていうのは面白くて言って、あの彼はほら牧師さんでしょ、でお父さんがホームレスの支援活動をしてたんでしょ、それで
毎日その子供の頃の話してて、その家に帰るとその夕食の時に知らない人がホームレスの人とかをこうやってこう一緒に、この人も家族なんだから一緒に食べるみたいな話で、いつも食卓で知らない人が座ってたそれで言ってて、それどういう気持ちでしたかっていうふうなことを言われた時に、奥田君っていうのは、いやその家にマザー・テレサがいるようだなって本当に疲れますみたいな感じマザー家にマザー・テレサがいるのはうざいって言ってましたね。これはもうすごいなって、そこまでああいうふうに言っちゃうんだみたいなのって、僕はすごいなと思いましたけどね。でも実際そんな綺麗事っていうか本音みたいなところで疲れた時に、食卓に知らない人がやっぱりいたりすると結構大変だなと思うのがやっぱりなんとなく分かる気がするんですよね。だからそこが難しいっていうか、近くにいる人でやっぱり近くにいればいるほどやっぱりなかなか厳しいんだろうなっていうふうに僕は思いますけどね、すいません答えになってくると思いませんけど、あとなんか僕は拾い上げなかったのでこれ言いたいみたいな人がいたら挙手していってください。2,3 くらいなら質問大丈夫と思うんですけれども、簡潔にどなたか、お名前とあと質問は簡潔にお願いします。一番最初に答えてくれた辺野古の工事の進捗状態の真実っていうのか、これはお質問した人間です。私はね、一番本土とここに沖縄タイムスのさっきの非常にあなたが分かりやすく説明してるっていう今の裁判っていうかあれのこの成り行きのことを書いた沖縄タイムズの一面に下地由美ちゃんの署名で書かれた記事なんですね。その中にあなたがあれしてくれた、そこに図面であれしてくれた記事になったのを、まあ、ここにお母さんが来てるんです。彼女がいつも言ってるのは、いや本土とね日本の記者新聞社の違いっていうことで、いつも彼女がこちらの下地さんが憤慨するんですが、やはり沖縄の歴史をこれですね、これ下地由美さんもあれだった一番の彼女が憤慨するのは本土の政治部の記者たちが沖縄の歴史を知らないということなんですね。その何て言うんでしょうか、過去のそれから歴史という、歴史とそれからそういう歴史から文化に基づいている沖縄人のプライド誇りっていうものを全然感じてないっていうのか、その本土の新聞記者がですね、そのことを悔しいっていうのか、いつも不満を私にぶつけられてるんですけど、だから今日あなたが話してくれたそのもどかしさっていうのか、そういうことはよく分かりました。私は憲法アイスの女性ネットの世話人をしてます宮井陽子と申します。あとお一人お二人ぐらいなら。中国から来ました鈴木と申します。質問用紙もちょっと出したんですけど、金平さんね、執行役員という立場ですよね。そうすると今いろんな報道規制とかいろんなあれでやっぱり立場上困る問題とかなんかいろいろちょっと今言いづらいこともあるかもしれないんですけど、そういうことがあるんじゃないかな。で、例えば下から上がってきたものもこれはダメだよみたいなことを逆に言わなきゃいけないような場合もあるんじゃないかなっていうのもあったので、今日ちょっとそこはちょっと私は聞いてみたかった最大のあるんですよね。答えられる範囲でだから今僕は勤めてる会社との関係はいつも緊張がはらんでるんで、僕も今日その紹介するときにテレビキャスターっていう、テレビジャーナリストって言い方で、僕は会社の意見とかそういうものを代表してるわけじゃないし、
て、多分こういう僕が言ったような話に対して何言ってんだとかいう人いっぱいいますよ、もちろん、うん、いますよ。沖縄に来ちゃうの当たり前じゃんっていう人いっぱいいますから、うん、だからそういう人とはなるべく僕は話をしようと思ってぶつかったりするし、それはそうですよ。だからその会社の職務でいうし執行役員とかそういうのは、うん、僕はある種のこう監督責任とそういうのをこうおそらくある部分では任されてるっていうありますが、自分で感じてるのは僕は自分の中ではある種恵まれてると思ってるのはですね、お前は現場でちゃんとやれというふうにおそらく、認知されてるんだと思いますね。で僕は甘いのかもしれませんけど、で僕はそういう意味でいうその経営とか組織の経営とかそういうものっていうのはどっちかというと苦手な人間なんで、そこがこいつをその使おうとしたらおそらく現場で伸び伸びさせた方が会社のためにもなるし本人のためにもなるくらいな気持ちがもしかしてあるのかもしれないっていう淡い希望をまだ持ってるからここの今の会社に留まってるっていうのはあるんですけどね、どうなるか分かりませんね。でそれはおそらく大組織とかそういうところにいる人たちはみんなそういう思いを抱えながらやってるんじゃないですかね。さっきからずっと生きてる NHK なんてこの NHK でまともな仕事してる人がたくさん僕も知り合いがいるんですけど、そういう人たちは常にそういうことをこう身に染みてひりひり感じながらおそらく仕事してるんだっていうのがありますけどね。すみません、矢野と言います。私は尾長さんがですね、国連、人権理事会で、沖縄の今の辺野古の状況、沖縄の状況を指してですね、自己決定権がないがしろにされている状況だというふうに言われました。ただ自分たちのその位置はですね、先住民という言い方はですね、されなかったんですけれども、県知事という立場ですからね、そうだと思いますが、ただやはり彼のそういう国連での人権理事会での発言を聞いてですね、それに対するこの大和というか、この私たちのこのやはり植民地主義っていうことをですね、どうしても思わざるを得なかったんですね、私たちは。だから今は辺野古阻止ということで、当然そこに一点に運動を集中してやるべきだというふうには思いますけれども、本当に沖縄に対する私たちの戦い方っていうことの中においてですね、本土の大和の植民地主義ということについてですね、何かお考えになっていることがあったらお聞きしたいなというふうに思いました。今日はもともだったですけど、沖縄わじわじ通信っていうこれの それ入ってるんですけど、その前にね、これ新わじわじ通信でしょ、その前にね、連載してたんですよ、ニューヨークにいる時の前かな。だから、それが本になって七つ森書店とか出てるんですけど、七つ森書館か、そこの時にね、さっき言った知念牛さんっていう沖縄に在住されてる方と対談したんですけどね、知念さんは非常に、そういう意味で言うとアグレッシブなプロアクティブな人でね、琉球独立論みたいなものの研究、琉球独立学会っていうのを、設立したコアのメンバーですけど、女性で、旦那さんがダグラス・ラミスっていう人です。で、彼女は非常に厳しいことを言っていて、その、沖縄県が日本の中で、これだけ負担を、そのアメリカ軍基地を背負うという負担を背負わされているのに反対するんであれば、あんたが住んでるところに基地を持ってってくださいっていうことを言うんですよ。で、これに対してはものすごく日本の本土に住んでる人たちの意見がはっきりくっきりと分かれますね。この間もそんな話したことあるんですけど、これすごい厳しい問題で、任備って言葉があるんですけども、 Not in my backyard っていう任備、つまり例えば原発なんかはね、
原発は一般的には自分は反対だけれども反対だと、だから反対運動してるあなたに賛成するけども、ただオレンジってところに来てもらっちゃ困るみたいな、あの産業廃棄物の処理場とかそういうのもそうですけど、この任備みたいな考え方で基地をね、あんたたちが背負ってるのは気の毒だけどうちに来てもらっちゃ困るよっていうのは、そこを固定化する役割を果たしてるだけじゃないかみたいな、知念さんはそういう迫り方をしてる人です、だからその本土からやってくるいわゆるその反戦運動の人たちの立ち位置みたいなのをものすごく突きつけるっていうか、すごい厳しいですよ。でそれを突きつけられた時に僕らはどう言えるんだろうかっていうのはやっぱり未だにずっと考え続けなければならない課題だなっていうふうに思ってますけどね。さっきのあの沖縄を返せの主語は誰かっていう話とすごく重なってくると思うんですけども、沖縄があの今あの追っている苦しみみたいなのを共有するっていうのは言葉って言ったり口で言ったりするのは簡単なんですけど、それをどうやってその運動の中で形として実現させていくかっていうのはすごく難しい問題をはらんでるっていうふうに僕は思ってますけどね。それが今一番僕の中で、答えがまだ出せてないのが課題ですけど、皆さんどうもありがとうございました。